はい、皆さんこんにちは、モンです。今回は2020年頃に販売される予定の、ホットウィールの日本車を、ザクザクっと、紹介していきたいと思います。まず最初にトレジャーハントの GTR-R35 ですね。で、これ RX7 です。で、こちら多分3000以上買ったらとかでもらえる、スカイライン版ですね。で、大量の日本車の情報がちょっとずつ出てきたので見ていきたいと思います。まず上の方に R33 ニスモトランスポーターがあって、あと7510 GTR の TH で Z も映ってますね。それから、前の方から、ロードスターとインプレッサーで、シルビア S13 で、後ろの方にワイルドスピードの WRX があります。で、こっちはなんかチョロキューみたいなバットマンガのデフォルメカーみたいなのがありますね。そうですね。なんか変な、かわいいですね。で、こっちは、CRX と、シビックの EG6 です。これはワイルドスピードアソートで出るシビックですね。で、あと、びっくりしたのがプレリュードです。最終型のプレリュード。マジで楽しみですね、これは。で、あとは、インプレッサ CRX。と、あのシルビアの画面ですね。で、あとなんとかハイラックスとスープラトヨタの、ライセンスまた取得して製品化です。で、ここら辺にある5台はジャパンヒストリックス3で出ます。シルビアとかコスモとかシティターボとかサニートラとか、2020年も楽しみな車種がたくさんあります。お互いにみんなで譲り合って頑張ってコレクションしましょう。